小幡人びと馬ばたねから1912年11月12日は、幕末の土佐藩士、明治の裁判官、政治家、元老院議官、貴族院議員、近景官志向、少くらい、男爵、陽明、孫次郎、または孫次郎、土佐藩士、小幡美穂の長男として生まれる。奥宮蔵祭から陽明学を学ぶ。 土佐金納党に加わり、尊能上位運動を推進。文久三年、土佐金納党の国により入国した。明治維新後に謝面され、新政府に出資。明治二年七月、壇上大巡察に就任。以後、壇上権小中、司法大改部、司法省判事を歴任。明治五年八月、茨城裁判所長に就任。以後、大阪裁判所長。 長崎上等裁判所判事、京都裁判所長、大阪上等裁判所長を心得、名古屋高訴裁判所長、宮城高訴裁判所長などを務めた。1884年12月、元老院議官に就任。1890年9月29日、貴族院直選議員に任じられ、死去するまで在任。同年10月20日、近急官司校となる。 1893年4月、香川県知事に就任し、1895年11月まで、勤めた。1896年6月5日、男尺を除釈された。1906年4月1日、君一等随法賞を受賞。ありがとうございます。